はい、皆さんこんにちは。 FP3 級無料合格講座の、今回からね、相続のお話に少し入っていきたいと思います。で、相続はですね、実務の方でも出ますし、非常に重要な部分でもありますので、しっかりとね、学習するようにしていってください。はい、ではですね、相続なんですけども、まず一番初めに、相続時精算課税制度っていうね、こういった制度についてお話をさせていただきたいと思います。で、これなんですけど、ざっくり言ってしまえば、相続の一部を前倒しするような制度です。で、内容としてはね、贈与を受けた財産 に対して贈与税を払うと2500万円の特別控除を、ね、受けることができますということで、で、相続時にですね、贈与時の金額を相続財産に加えて相続税を計算して、で、贈与税で支払った、差額分をね、相続税として支払うっていう風なものになってくるんですけど、要はですね、相続時精算課税制度っていうのは、相続をする前にできることはやっておこうってことですね。で、それを結局は贈与税として税金を先に納めておけば、その贈与税を支払った後に結局相続になったとしても、それを相続税としてもう一回支払い直すっていう、そういったことはしなくてもいいですよっていうことですね。で、2500万円の、特別控除を受けれるっていうところも非常に大きなポイントにはなるので、ここも一緒に押さえておいてください。で、これを受けるには少し条件がありまして、60歳以上の、親かおじいちゃんおばあちゃんから、20歳以上の子供とか孫ですね、なんで子孫に残していってあげるような場合のみしか使えないので、ここだけご注意ください。で、あとですね、税金っていうのが結構いろいろね、割引ができますよということで、この贈与税に関していろいろ非課税枠っていうのがあるんですよ。で、まず一つ目がこちらですね、父母または、おじいちゃんおばあちゃんからね、住宅取得のために資金を贈与した場合は1000万円の贈与税の非課税枠があります。で、これと同じく、教育資金の贈与をした場合は1500万円の非課税があるということで、家をね、新しく買いたいであったりとか、学校に行くためのお金が欲しいとか、そういった場合に関しては、贈与税の、割引がありますよってということでね、割引というか非課税枠なんで税金かからないので、そういったことがあるっていうのを一つ覚えておいてください。はい、ではですね、相続の詳しい、内容に入っていきたいんですけど、まず法定相続人ってね、言われるような人たちが、この配偶者であったり、あとは直系存続、継定姉妹っていうね、風にいたりするんですけど、配偶者っていうのは要するにそのままですね、奥さんであったりとか旦那さんであったりとか、そういった方を配偶者っていう風に指します。で、直系存続なんですけど、自分から見た親や子供ですね、自分の肉親の親とか子供のことを、法律用語で直系存続って言ったりします。で、消えてしまえばそのままですね、兄弟のことなんですけど。で、あとですね、相続なんですけど、大きなポイントとしては、非相続人をね、殺害しようとしたなんていう場合に関しては結核事由に該当します。で、あとですね、非相続人が家庭裁判所に申し出ればね、排除することもできますよということで、そのね、亡くなる方を殺そうとしたって言った場合にはね、それは相続する権利がないだろうということで、結核に該当したりとか、あとは、非相続人がですね、例えば、日常的にその人から虐待を受けてたとか、そういった場合はもう家庭裁判所に言えば、その相続排除っていうね、もうお前は相続人じゃないよっていうこともできるっていうことですね。で、あとですね、相続発生時に、子供が死亡している場合は代襲相続して孫が相続を受けられるということなんですけど、代襲相続ってね、書いてあるんですけど、ざっくり言うと代わりにってことです。結局は自分の子供がいて孫がいる状態であって、で、自分の子供がね、亡くなってた場合に関しては、その孫に、相続をさせることができるということですね。で、注意としてはね、その子供の配偶者にはいかないので、要するに例えば息子がいて、息子の奥さんは相続人にはなれないんでね、息子が亡くなってた場合はその孫に行くっていうのが、この代襲相続っていうものになります。
で、あと法定相続分って言われるようなものなんですけど、まあ、基本的にですけど、遺言とかですね、まあ、また遺言については別のチャプターでお話をさせていただくんですけど、遺言とかがあればこの法定相続分とは別に相続をねすることができるんですけど、で、そういった遺言がない場合ですね、ある程度やっぱり指数というか目安がないと、その相続分をどういうふうに分けていいかわからないわけなんですよ。で、じゃあそういった時にどうするのかっていうと、例えば、配偶者、例えば奥さん、旦那さんと子供がいた場合は、もうそこで半分ずつしてねってことですね。で、配偶者と直系存続の場合、例えば奥さんがいて、で、お父さんがいてっていう場合だったら、そのお父さんの側が3分の1で、奥さんに関しては3分の2ですね。で、じゃあお父さんが亡くなってた場合は、今度は兄弟姉妹、まあ、兄弟姉妹に行きますよということで、例えばお兄ちゃんが1人いますといった場合に関しては、奥さんに3分の、ごめんなさい、4分の3で、お兄ちゃんに4分の1行くってことですね。で、基本的にこれ上から順番に行きます。なので、例えば配偶者と子供がいた場合に関しては、親に相続分で行かないんですよ。なので、奥さんと子供でもうそれで完結です。で、ただ、奥さんがいて子供がいない場合だったら、今度は親が法定相続人になるってことですね。で、実際じゃあ親も亡くなってたってなったら、最後に兄弟が出てくるってことです。で、もしこれ配偶者いない場合じゃあどうなるのっていうと、そのまんまです。その、この配偶者っていうのを抜けばわかると思うんですけど、親がいるっていう状態だったら親に行きますし、で、親が亡くなってたら兄弟がもらうってことですね。で、このね、順番、まず配偶者と子、で、配偶者と直系存続、配偶者と系亭姉妹ですね。で、ここの順番をしっかり覚えていただいて、この分割割合っていうのも覚えておいてください。実務の方でも出ますので、計算として。で、ここのね、まあ、イメージとしては、基本的に配偶者っていうのは常に法定相続人になるんですよ。何があっても、まあそのね、殺害しようとしてたとかだったら別ですけど、基本的には常に相続人になるので、どんな時でも配偶者はまず計算に入ります。で、そこに対して、じゃあそれ以外に、じゃあどういった人がいるのっていうので、順番としては子供、親、兄弟です。子供、親、兄弟の順番で分けていくんだけど、ただ、子供と同じように半分ずつするのはかわいそうなんで、配偶者の割合をどんどん大きくしていくってことですね。なんで、親の場合だったら3分の1が親に行きますし、兄弟だったら4分の1になるってことですね。なので、誰をまあ主体として考えていくかっていうのを覚えていっていただければね、比較的スッと入ってくると思います。で、あとですね、相続には、まあ、単純承認、あとは限定承認っていうものがあって、あと相続放棄なんていうものもあります。まあ、相続ってね、一括りに言っても、例えば借金があったら、その借金を返す債務をね、一緒に負わなきゃいけないとか、あとは、例えば相続をして、その結局相続の手続き自体がもうめんどくさいから、それだったらもう相続したくないとかね、まあ、そういったいろいろな人がいると思うんですけど、基本的にですね、相続が開始して3ヶ月間何にもしなかったら、もう勝手に承認したとみなされます。なので、これ結構ね、知らないと、実際自分相続したとき、すごい大変なことになりますんで、例えば親が、実は借金めっちゃしてましたと。で、自分は、まあ、相続をしたつもりはないんだけど、3ヶ月間何もしなかったら、その親の、まあ、借金会社から、いや、あなた相続してるからお金返してねって言われたりするんでね。なので、まあ、そういったところをね、一つ覚えておいてください。で、この限定承認ってね、イメージつきにくいと思うんですけど、例えば、その、すごいね、僕がいい人だったとして、すごいいい人で、借りたお金はやっぱりちゃんと返したいって思ったとするじゃないですか。で、そうなった時に、ただ借りたお金の方が相続するないものよりも多かった場合、例えば相続の費用が100万円、まあ、現金で100万円残してたと、お父さんが。ただ借金が200万円あったと。そうした場合に、じゃあこの100万円の範囲内だけ借金も一緒 まあ、相続しますよって、まあ、要するに100万円相続して、その100万円をその借金してる会社に払いますよとか、そういったものがこの限定承認になります。で、こういった相続をする場合に関しては、相続人全員で家庭裁判所に申し出ないとダメです。
なので、例えば僕だ、あの、僕と、もう一人、まあ、妹がいたとして、僕と妹が相続人の場合は、2人で家庭裁判所に行って、こういった限定承認っていうものをしなければなりません。で、あとですね、この3ヶ月以内に、家庭裁判所に申してれば相続放棄ができるってことで、まあ、さっき言ってたね、3ヶ月間放置したら単純承認になるんですけど、その3ヶ月以内でに、まあ、放棄するんだったら、ちゃんと放棄するっていう手続きをしてねっていうことですね。で、相続放棄ですね、まあ、できるって書いてあるんですけど、一定の理由があれば、この相続放棄もできなくなります。で、それがどういったことかっていうと、相続を発生していない関わらずに、例えば親が亡くなって、親の預金通帳からお金引き出したりとかすると、その時点でもう相続放棄できなくなるので、そこをね、実際の、まあ、ところは注意してもらえれば、多分そこまで試験には出てこないですけどね、その相続人の財産を少しでも処分してしまうと、それに関して相続放棄っていうものができなくなっちゃうので、まあ、実際相続した時はね、注意しておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、まあ、ちょっと話それちゃったんですけど、最後に過去問1問解いてみではですね、以上で本日の講義は終了とさせていただきます。ありがとうございました。